ムガモージは2012年に公開されたインドのタミル語スーパーヒーロー映画。ミシュキンが監督、脚本を務め、主要キャストとしてジーバ、プージャー、ヘイグデー、ナラインが出演している。マスクのタイトルでテルグ語吹き替え版、マハーバリーイークスーパーヒーローのタイトルでヒンディー語吹き替え版がそれぞれ公開された。ジーバプージャー、ヘイグデーナライン2008年9月。 UTV Motion Pictures がミシュキンの脚本、ムガモージの制作に合意し、スーリアを主演俳優に起用することが発表された。同年後半からプリプロダクションが始まり、この時点ではアグニー・プートロンの別名でも報じられていた。制作費として5億ルピーが投じられ、音楽監督として AR ・ラフマーンが起用され、スーリアは空手屋役を演じることが報じられた。しかし、 2009年7月にスーリアが降板し、新たな主演候補となったビシャールとの交渉も不調に終わったため、ミシュキンは制作を中断した。制作が中断したため、ミシュキンは制作を離れて、ホラー映画の脚本執筆に移った。2010年10月、アーリアが UTV モーションピクチャーズに変わり得ぬリンガサーミのティルパティブラザースとの間に出演契約を結んだ。 ものの、数ヶ月以内に、アーリアとリンガサーミも、降板している。2011年6月、ムンバイに拠点を置く企業が制作を引き継ぎ、コの成功を受けて、ジーバが、主演俳優に起用された。同月下旬には、ミシュキン監督映画、チシロムペスサディー、アンジャスに出演したナラインが、ダークナイト、バットマンビギンズのジョーカー。 スケアクローを彷彿とさせるキャラクターを演じることが発表された。ナラインは自身が演じるキャラクターについて完全に残忍な悪役と語っている。7月初旬にはアマラーポールが主演女優に起用されたと報じられたが、彼女は報道を否定し、UTV モーションピクチャーズもアマラーポールと出演交渉した事実はないと発表した。最終的には、 ミスユニバースインディア準優勝者のプージャーヘグデが主演女優に起用された。音楽監督にはミシュキン監督映画ユーダム星に参加経験のある系が起用されマダン・カールキが作詞を手掛けることになった。11月にアッキネイに投げシュワララオとプラカーシュラージの起用が報じられたが後にアッキネイに起用は誤報であり、正確には キリシカルなどが出演することが確認された。12月になぁ、サルが警官役で出演することが発表され、同時にプージャーはジーバの恋人役を演じることが明かされた。映画に登場する高級ガジェットはインド工科大学がデザインし、キャラクターの衣装や外見のデザインは国立ファッション工科大学が手掛けている。特殊効果は ロサンゼルスに拠点を置く企業が手掛け、アクションシーンの振り付けは、香港のスタントマンが手掛けている。衣装デザインは、ガブリエラ・ウィルキンズが担当し、ジーバが着用する衣装は、重量が 10kg 以上となっている。撮影のため香港で、ボディーヘッドの型取りを行うジーバ2011年12月12日から、撮影が始まり、オープニングのカンフーのシーンが撮影された。 撮影は、チェンナイトリプリケーン周辺で夜間に行われ、ジーバとナラインのアクションシーンはテーラスで撮影された。ミシュキンは20日間の撮影スケジュールを組み、クライマックスシーンの撮影をカーライカールで行った。この他に AVM スタジオに作られた病院のセットや、ビクトリアホール、ローア学校でも撮影が行われた。カーライカールでのアクションシーンには、 香港のスタントコーディネーターのトニー・レオン、シーフンが参加している。報道によると、ジーバド・ナラインは撮影のために、スセ・ショーリンジの武道家からトレーニングを受けている。クライマックスシーンには、多数の若手アーティストグループが参加しており、彼らは、チェン内のマンスリア・カンフム IMCA で6ヶ月以上のトレーニングを受けている。 カンフーシーンの大半はグランドマスターのアール・セイカルが指導している。衛星放送権はサー t ーが取得し、中央映画認証委員会からは有認証を受けた。2012年8月31日に劇場公開された。ミシュキンはムガモ子の続編を毎年公開するシリーズ化を計画している。6月29日にサティアムシネマズで予告編。 公開イベントが行われた。タミル・ナード州では500スクリーン以上で公開され、周辺の州でも多くのスクリーン数で公開されたほか、デリーやムンバイでも公開された。海外市場では、スリランカ、マレーシア、シンガポール、カナダ、イギリス、アメリカ合衆国で公開された。ミシュキン・ベンは、西洋と東洋のアクション映画を愛する人のために、ムガモウジは、 両方の要素を持っており、いくらかの喜びを提供していると批評している。ビハインドウッズは3.5、5の星を与え、前半は展開が早くて、後半になると遅くなるが、キャストとスタッフの全体的なパフォーマンスと努力によって、それを補っていると批評している。ザヒンドゥーのマラーティー・ランガラージャンは、未出勤が可能な限り、無我モ子を本物に見せようと努力したことは、 賞賛に値すると批評している。オネエンジア・インのプラカーシューパディアは3.5、5の星を与えている。シファイは映画を平均的な映画で鑑賞するのは1回限りと表現し、K の映画音楽は素晴らしいが、きちんとした脚本と演出が欠けていると批評している。REDIFF.com のパビトラスリニバさんは3.5、5の星を与え。 ヒット映画の要素をすべて備えていたが、失望に終わったと批評している。nowrunning.com のローヒトラーマチャンドランは1.5、5の星を与え、欠陥が多く、全く面白くないと批評している。in.com のビベイクラムザは3.5、5の星を与え、ムガモージはバットマンではなくカンダスワミーが再登場しただけだ。と批評している。 映画音楽について、rediff.com は、無我毛字の音楽は、あなたの注意を引きつけるでしょう。ミリブログは、K の熱意にかけるサウンドトラック、ビハインドウッズは、全体的に、この音楽は、スーパーヒーローが空高く舞い上がるための良い、プラットフォームとなったとそれぞれ批評している。ありがとうございます。